はい、こんばんは、山亮です。ということでですね、解決山ペリアも問題7回6回わかりませんけどね、画面見ておいてください、タイトル見ておいてください。でさあ、今日もね、新しいやつやっていこうと思いますよ。ちょっとね、ここのところね、第2回からね、ずっとね、人物のね、名前が続いてますからね、そろそろ人物以外も出てほしいんですけどね、やっぱページの比率上人物が多いのかな。まあ今日はどうなりましたかね、見てみましょう。ドン。なんか今度はスポーツつながりきましたね。なんかつながってきますね、全日本ボブスレー選手権大会ということでね、これはいきそうじゃないかな、ボブスレーね、ボブスレーはねちゃんと見たことありますからね、テレビ中継ですけどね、フリー100点中継で、全日本、これは一応ね、検証可能な参考文献が、出典が全く示されていないか不十分ですということで、一応この手の記事でも出てくるんですね。はいはいはい、本当にランダムなんですね。記事を品瀬工場にご協力くださいということで、ね、これももうね、博識の山田さんがね、俺がエビデンスだということで、ね、どんどんね、突き越えてあげましょうかね、行きましょう。全日本ボブスレー選手権大会、全日本ボブスレー選手権大会は日本ボブスレー龍樹スケルトン連盟主催により、長野市ボブスレー龍樹パークスパイラルで開催されるボブスレーの大会、もう場所がこれ決まってるんですね。第1回は1938年に開催、古いな。JOC、ジュニアオリンピックカップ競技会も閉鎖されている。しかし、スパイダルの、休止により、2017-18 シーズン大会を最後に休止となっている。あら、そうなんですね。そっか、そういう風になってたんですね。ボブスレー、リュージュ、スケルトンは、競技人数って言いますね。ボブスレーが、4人か。4人ですよね。で、リュージュは2人。で、スケルトンが1人でやる。競技ですよね、確か。どっかに出てないかな、見たくないか、まあとりあえずいいや、ということで、重き強さをつきましたね。ボブスレー2人乗りか、あれボブスレーでも4人乗りもある、あ、4人乗りと2人乗り両方あるんだ、いうことですね。スケルトンがあれか、前向いてやるやつでしたっけ、あれは、あれっぽいっすね。ちょっとミスったら本当にすぐ首の骨が、ね、折れそうですからね。ということで、結果がずらーっと載ってますね。はいはいはい。手稲山ね。はい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 。手稲山といえばね、今、これちょうど映ってますけどね、地上波の、基地局がね、この手稲山の上にあってね、特にデジタル放送になった、地デジになってからのね、放送が、こっから送られてるっていうのがね、この情報は、手稲出身のね、チームナックスの、戸月慎一さんがね、なんかビシッとね、語ってたことがありましたよね。おにぎりかなんかで語ってましたよね。そうそうそう。ね、とにかく、おにぎり温めましたからでね、戸月さんがね、出てる番組を見てると、わーよくなる前が出てくる手稲ね。手稲山、おかげでね、読めるようになりましたけどね、行ったことはないですね。札幌は行ったことあるんですけど、手稲は行ったことないですね。って言ったらかんのか。札幌も、手稲も札幌ですもんね、今は。そう。いや、今はっていうか、前からか。一応、そうですね。手稲ね、ありますよね。そう。ただね、周りに結構札幌出身の方が多かった時期があってね、4回連続で人事異動で札幌出身の上司がやってきたことがありましてね、また札幌だったんですよね。手稲は結局一人もいなかったな。そう。それこそね、中にはね、一人いましたね。いわゆる水曜どうでしょうがね、始まる前の、モザイクな夜ってね、やった頃の、大泉洋さん、洋ちゃんが、すすきの始まってた時に、すすきので働いてたことあるよって、働いてた店のところ、洋ちゃんがバーって走ってたことあるよっていうね、人いましたけどね、へーっていう話だからね。大体そう、水曜どうでしょうね、がね、情報があるとね、基本的に、あと、水曜どうでしょうと、あとね、びっくりドンキーで、ね、ここを押さえとけば、札幌の人とは仲良くなると、いうことは大体わかりました。それで札幌の人あるあるはあれでしたね。札幌の人は、バターラーメン食べんというね、あるあるをね、大体皆さんそうでしたね。
そうそうそう。あとあれね、あの語尾が上がるね、あの昨日どこどこへ行ったんだってね、上がるね、あれがね、最初ね、なんか怒ってんのかなと思ってね、結構ビクビクしながら話を聞いてましたけどね、なんでこうみんな上げるかなと、あれ北海道弁なんですよね、なんか昨日どこどこへ行ったんだとかって、あと大丈夫かいとかね、あれもね、うん、最初ね、うん、何なのかなと思ったけど、まあまあまあ慣れたらね、あれだったですけどね、なんかってことをね、思い出した手稲山ね、からナンバーからのスパイダルに行くとね、ずらーっと出てますね、はい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 、はいはい、4人の2人のね、競技のね、ずらーっと出てて、11年からは誰か、記載がない、なんでだ、で、こっちはね、なんかね、2000年から、あれな、でも回数30、なんでしょうね、あの、ちょっと半端なって言ったらあれですけど、うん、まあまあまあ、どうしてもね、すべての情報がね、なかなかね、まあ私みたいにすべての情報がね、頭に入るわけじゃないですからね、まあ、平気にとったんじゃないかってね、いうところでございますけどね、あ、ただね、あの、三重県の人はね、あの、悪気なく遭難って言いますからね、そうそう、遭難って言えばね、あの多分、ね、私も会話の中にと出てくると思うんです。あれどうも三重弁なんですね。私も知りませんでしたけど、確かにそうなーって言うんですけどね。あれね、あの適当にね聞いてるわけではございませんので、ね、基本的に相づきなんですけどね。あれあのこの前なんかでね言ってましたね。そうそうそう。あれ方言なんやでっていうね。方言なんやでと言ってな、方言なんやにっていうね。そう別にそこここだわなんだよ。今三重弁ですからねっていうことでね。まあ一応こういうね、大会がね、ちゃんとね、ありますよということね。今ね、どうもで見とったら、こういうのが、ユーズとスケルトンでもやっぱ開かれてるみたいですね。今、ちらっと出てましたよね。ちょっと他の記事も見てみると、ユーズ連盟ですね。ユーズ選手権大会とかっていうのに出てますよね。うん、ね、ユーズも2人乗りと1人乗りがあったっけ。ああ、そか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 、うん。これ、あの、あれですね、ユーズの記事には飛ばないんだな。あれですね、うん、新たな課題が、うん、ボブスレーの、あ、じゃボブスレーっていうカテゴリーがあるけど、いろいろね、こう出てくるね、はーということでね、もうこんな感じでね、どん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 ね、広げていくことができますからね、そうね、楽しいじゃないですか、これぞね、ウィキペディアのね、真骨頂でございますからね。ということで、まあ、あまりね、他の記事も増えていくとね、本当にね、記事がなくなってしまいますんでね、またね、詳しくね、知りたくなり、見ました方はね、こんな感じでカテゴリーのところからね、いろいろとね、漁っていくとね、まだいろんな、これはリュージュ、スケルトンとかもね、こんな感じでいろいろと、記事が出てきて、見れるようになってますからね、これね、便利ですからね、ぜひね、ウィキペディアで、どんどんね、知見を増やしていきたいなと思います。ということでね、今日もまたね、新しい知識がね、身につきましたね、ということで、この動画、これぐらいで締めたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。